スーパーハクトの、3号車です、やっぱり3号車のこのエンジン音がねかなりちょっとうるさいので結構オトテツマニアには結構いいのかなと思ってちょっとこちらの3号車の音をちょっと近くまで来てみました、こんな感じです、かなりの爆音ですね。アイドリング状態ですね、京都駅のスーパーハクト出発前の風景でした。13時22分、峠13時42分、鳥取13時51分、終点倉吉には14時21分に着きます。